アイルランド中央銀行、金融サービス機構、アイルランド中央銀行、金融サービス機構、アイルランド中央銀行、金融サービス機構は、アイルランドの金融監督機関、中央銀行。かつては、アイルランドポンド効果、紙幣を発行していたが、現在では、欧州中央銀行の参加に入っている。もともとは1943年に、 アイルランド中央銀行として設立され、1972年1月1日以降は1971年、中央銀行法により、アイルランド政府の銀行となり、カレンシーボード制から完全な機能を持つ中央業に移行した。2003年には金融サービスと経済における新たな役割を担うということを反映して、現在の名称となった。 アイルランドの独立以降、商業銀行であるアイルランド銀行が政府の銀行となっていた時期があった。なお同行はアイルランドでも採用手に数えられる銀行である。アイルランド中央銀行、金融サービス機構の本店はダブリンのデーム街にあり、アイルランドの旧通貨とユーロとの両替を行うことができる。サンリフォードのカレンシーセンターは通貨の発行、保管、 流通を行う施設となっている。2003年アイルランド中央銀行金融サービス機構法が可決されたことを受けてアイルランド中央銀行は従来の中央銀行としての権能のほかに金融監督を行う部門として金融サービス監督機構を設することになった。中央銀行は欧州中央銀行制度の下でアイルランドの通貨政策を担い、また アイルランド政府の銀行でもある。経済通貨統合が開始されてから、中央銀行は、欧州中央銀行と他のユーロ圏の中央銀行を連携して業務に当たっている。2003年、中央銀行に、独自の長官、CEO、役員会を持つ、新たな部門として、金融サービス監督機構が設置された。金融サービス監督機構が、 中央銀行に併設される形を取ったのは完全に独立した監督機関の設置を支持していた勢力と中央銀行に金融業界の監督を担当させたままで良いとしていた勢力との間での妥協によるものである。金融サービス監督機構はアイルランドの信用共同組合を含むすべての金融機関の監督に当たっている。1922年のアイルランド自由国の 独立当時、アイルランドの新国家の通商相手は、イギリスが1924年において輸出が98%、輸入が80%となっており、圧倒的な割合を占めていた。そのため独立した新通貨を導入することの優先度は低かった。イギリス紙幣、イギリス法廷紙幣、イングランド銀行券や、それまでにアイルランドの銀行が発見した紙幣が流通しており、 法定通貨とされたのは、イギリス紙幣のみ、硬貨も同様に出回っていた。1926年硬貨法では、財務省がすでに流通していたイギリス貨幣と同額面の銀貨、ニッケル硬貨、銅貨の発行についての権限が与えられたが、当時のアイルランド銀貨に含まれていた銀は全体の75%で、イギリスの銀貨は50%であった。 これらの効果は1928年12月12日から出回った。1927年通貨法では新たな通貨単位自由国ポンドが作られ、通貨委員会の下でポンドスターリングとのパリティが維持された。また、イギリス政府発行債権やポンドスターリングの現金、金との関係も1対1が維持された。 1942年中央銀行法は1943年に施行され、通貨委員会はアイルランド中央銀行と名を改めた。しかしながら中央銀行が本来有しているはずの以下のような機能がその時には与えられていなかった。このため、中央銀行の独立した金融政策の運営についての能力は極めて限定されていた。 中央銀行がその業務を広げたのは数十年が経過してからであるが、それでもなお1970年代まではカレンシーボード制が取られていた。1970年代は変化の10年間であった。1971年2月15日に通貨の重心放化が行われ、1ポンド未満の効果の流通が開始された。ただし5ペンス、10ペンス、50ペンスは、 この数年前から発行されており、旧単位と同化であった。重心放火によって、ポンドスターリングとの連関性を立つ絶好の機会であったが、当時はそれを求める機運があまりなかった。ところが1972年に固定相場制を定めたグレトン・ウッズ体制が崩壊し、1973年には石油危機によるイギリスでの急激なインフレーションや小規模経済圏は、 ペックしている大規模経済圏のインフレーション率に苦しむという経済理論が出された。ほぼ同じくしてダブリンに金融市場を開設しようとする動きや、1968年に商業銀行が保有するポンドスターリング建て資産を中央銀行に移管したこともあって、連関性を断ち切るということの検討が可能になった。1970年代半ばから後半にかけて、 中央銀行内の意見が、ポンドスターリングとの連関性を立ち、外国からのインフレーションの影響を抑制するため、アイルランドの通貨切り下げを実施するという身に傾いた。ところが一方で、別の考え方が浮上してきた。1978年4月、コペンハーゲンで開かれた欧州理事会は、ヨーロッパに通貨安定権の創設を決め、欧州経済共同体の 各機関で安定権の創設について検することになった。同年6月にブレーメンで開かれた欧州理事会では欧州通貨制度の基本構想が描かれ、ユーロの前身となる共同体のバスケット通貨である欧州通貨単位の導入が盛り込まれた。アイルランド政府は欧州通貨制度への参加の是非を決めなければならなかった。仮に、 欧州通貨制度に加盟国すべての通貨が組み込まれることになった場合、アイルランドの対外貿易の75%が為替相場の変動を受けず安定したものになるはずであったが、アイルランドの対外貿易で50%のシェアを持つイギリスが欧州通貨制度に参加しないことを決定た。しかしながら1978年12月15日、アイルランドは 欧州通貨制度に参加することを明らかにした。欧州通貨制度参加国は、為替相場メカニズムで、為替変動幅を2.25%、または6%のいずれかを選択することができ、アイルランドは全社を選んだ。1979年3月13日に、欧州通貨制度が開始されたが、その月末に向けて、原油価格の上昇を受けて、ボンドスターリンが、 欧州通貨制度各通貨に対して高くなり始め、3月30日には、ポンドスターリングが、対ベルギーフランでの変動幅の上限を超えて、上昇たことで、アイルランドの通貨は、ポンドスターリングと連関性が断ち切られることになった。50年以上にわたったアイルランドとイギリスの通貨パリティは失われ、アイルランドの通貨は初めて、アイルランドポンド、プントと位置づけられるようになった。 初期の欧州通貨制度運営は失望させられる結果となった。アイルランドポンドはポンドスターリングに対して価値が上昇してアイルランドのインフレーションが抑制されると期待されていたが実際にはペトロカレンシー産油国の通貨としての地位やマーガレット・サッチャー新政権による金融引き締め策のおかげでポンドスターリングの価値が大幅に上昇した。 1980年後半には、1アイルランドポンドは80イギリスペンス以下にまで価値が下がり、アイルランドのインフレーション率はイギリスのそれを上回るようになった。アイルランドの経済政策はハードカレンシーにそぐわないもので、またアイルランドポンドは他の欧州通貨制度通貨の一部に対して価値が上昇していたが、ドイツマルクのセントラルレートに対してはその価値を維持することができなかった。 1992年にアイルランドポンドが10%下落したこともあったが、最終的に欧州通貨制度は落ち着きを取り戻し、1987年以降のアイルランドのインフレーションはイギリスのインフレーション率下に収まった。欧州単一通貨構想の発端は1950年の終末宣言まで遡ることができる。通貨統合をいかに着手するかについて、 初期の青写真である1970年のベルナー報告書では踏み込んだ内容が盛り込まなかったが、それでも最終的な目標が見失われることはなかった。1989年6月のマドリード欧州理事会に承認されたドロール報告書では通貨統合の3段階の過程が描かれ、また通貨統合は1992年に調印されたマーストリヒト条約によって、 義務として進められていくものとされた。マーストリヒト条約では1999年1月1日に現実の単一通貨を導入し、2002年1月1日には紙幣や貨幣を発行することがまとめられた。アイルランド中央銀行では2002年1月の流通に先立って、1999年9月に実際のユーロ効果の鋳造を開始した。 その中造量は10億枚を超え、重さにして5000トン、2億3000万ユーロに及んだ。また、ユーロ紙幣も2000年6月に印刷を開始し、枚数にして3億枚、5ユーロ、10ユーロ、20ユーロ、50ユーロ、100ユーロ紙幣が製造され、計40億ユーロ分を作り上げた。アイルランド中央銀行が発行したユーロ紙幣には、認証記号として、 紙幣の記号番号の最初に T の文字が印刷されている。当初アイルランド中央銀行では200ユーロと500ユーロ紙幣を製造していなかったが、その後発行するようになった。アイルランド中央銀行は2005年11月にアイルランド国内の住宅不動産市場は最大60%の課題評価がされている状態だという見方を示した。アイリッシュタイムズ紙は 経済協力開発機構の議事録を入手して以下の内容を報じた。アイルランド中央銀行総裁は政府の助言を受けて大統領が任命する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。